一回すぐに終わるからね。じっとしてるんだよ。おばあちゃん、儀式は始められるのですか？はい、滞りなく準備はできております。サザラ様、あの人が空の女王。サザラ様、力が宿っていく。うん、息もぴったりだよ。うわようやった。これでアリシア様も解放される。うん、
オリバーのお母さんも。母さん。行けよオリバー、このために旅してきたんだろう。うん。
いところから。あなたは私が守るから、あなたなら大丈夫。みんなと仲良くね。Thank you.
さん、全部無駄だったの？母さんはもう。誰？ココル、なんでこんなところにいるの？あのね、ココルはね、どこでも行くの。え？言ったでしょ？オリバーのこと。ココルはいつも見てるよ。僕、母さん助けられなかったんだ。今までずっと頑張ってきたのに、全部無駄だったんだ。ううん、無駄じゃないよ。え？オリバーはみんなに贈り物をしたの。あのね、オリバー、お目目閉じて聞いててね。うん。おいおい、そんなに気合出すなよ。俺の仕事が減っちまうだろ。今の俺は絶好調だからな。あの時とは一味も二味も違うのさ。思えばあれからこの国も変わったよな。あの王様すらやる気に満ちてるんだぜ。だよな、変わった変わった。全部あの少年が来てからだよな。この人たちはコロネールの。オリバーがね、最初に助けた人、心をあげた人だよ。心を。うん。でね、まだあるの、聞いて。何？チューベルのやつがまた悪さしたか。早速ミーの手で凍らし。おはよう、レイラおばさん。聞いて、今朝はパパが朝ごはん作ってくれたの。それいいのよ、持っておいき。宮殿にある食べ物はみんなのものだからね。私なら少しぐらい食べなくても。ええか、ジュニア、妖精に必要なのは何かわかるか？はい、そこのチリ。何？ちゃうで、笑いや。妖精が可愛らしいのは人間らを笑いに導くためのやな。確かにオリバーの魔力は発展途上、私たちに比べればまだまだ未熟ですが、信じたいんです、彼の特別な力。ブール遅いぞ。僕よりなまってんじゃないか。あ、ちょっと引っ張るな。いいかてめえら、飛行艇団再始動だ。国なんて関係ねえ。ジャボーの野郎に好きにさせてんじゃねえぞ。皆さん大丈夫、この町には私がいます。ジャボーの脅威から守ってみせます。必ず。エンジンの構造がこうだからって。ああ、頭痛くなってきた。まったくもう、触ってみりゃ一発なのにな。人々の心を譲り受け、与えるもの。悲しみの世を救うべし。あなたのことよ。あなたのおかげでみんなが救われたの。みんなの心が救われたの。母さん嬉しいのよ、オリバー。オリバーがくれた贈り物のおかげなんだよ。僕がみんなを。ありがとう、ココル。うん、いいよ。僕、行かなきゃ。みんなのところに行かなきゃ。うん。オリバー、これがね、オリバーの心の力なんだよ。物足りないですね。私たちだけじゃダメなの。戯れの時間はおしまいです。そう、もうおしまいだ。何？グラディオン！ごめんみんな、遅くなった。オリバー、遅刻しすぎだぜ。絶対に許さんぞ。マル、ジャイロ、一つにしようよ、僕たちの心の力を。うん、行け。
よく来たね、諸君。つけたようだ。しかし私を倒せるかな。倒せるさ。お前は気づいているはずだ。私を倒せばお前も消える。私とお前は一つなのだからね。え？なんだと？二の国と一の国は魂を共有する。二の国に生きる者は一の国にも生き、二の国にて死す者は一の国にても死す。二つの世界のつながりは絶対なのだから。そして私とお前は魂共有するもの。マジかよ。まさかそんな。だからこそ私が永遠なる命を手にしたおかげでお前も同じ姿で生まれ変わってこれたんだろう。感謝してもらわねばな。僕は。そう。あの魔導士が記憶の消えたお前を普通の子供として育てたようだな。所詮お前は私から生まれたのだ。私の底知れぬ闇がバランスを取るかのようにお前の限りなく透き通った心を作り出した。それでもお前は私と戦うのか。オリバー、どうしたらいいの？これじゃ戦えねえよ。もしあいつの言うことが本当ならなおさらこんなの間違ってる。もう終わらせなきゃ。頼むよみんな、一緒に戦って。え？オリバー、お前もう一度言うが、私を倒せばお前も消える。いいのか？構わないさ。ならば見せてやろう、私の世界を。さあ、首がいい。行くよ。
さすがだ。さすが私と魂を共有する者。しかし闇はまだ続く。深い深い闇の世界だ。なんだ。絶望は心を飲み込む。心の力を凌駕する。絶望は世界を滅ぼす。私は執行者、世界を滅びへ導く存在、漆黒の魔導士だ。帰らないのか。あんまり根詰めると体壊すぜ、ナシウス。豪雨くらいはマスターしたいんだ。だって俺はみんなに比べたらね。でも守らなきゃいけないんだ、この国を、アルテナのみんなを。前言の通りだ。ベルダーナとの国境アムダに侵攻する。決行は明日。なに、賢者の村だ。
容赦はいらん。女子供まで焼き尽くせ。信仰？女子供まで？なぜそこまで、そこまでする必要は。違う、俺はこんなことのために魔法を。違う。この先に逃げるんだ。大丈夫、君は必ず助ける。お兄ちゃん、これを持っていくんだ。これが守ってくれる君の命を。だから行くんだ。お兄ちゃん、ありがとう。目の前に広がる光景、その意味がわかるか。なんでこんなこと。みんなが、なんで。罰だ。敵に傷一つ与えられず、命令にまで背く兵士へのな。キョンちゃんの連れをみすみす逃すとは、この戦争において有効な手段となる人間だぞ。賢者の娘、まさかあの子。安心したまえ、まだ死んではおらんよ。貴様！俺は間違っていたのか。俺のせいで殺されたのか。助けられなかった、あの子。無意味だ、生きることなんて。この世界にはもう絶望しかない。その絶望、受け止めよう。絶望は心を飲み込む。心を飲み込んで憎しみという力を生み出す。そして絶望は世界を滅ぼす。お前は執行者、世界を滅びへ導く存在、漆黒の魔導士だ。
まうのかよ。こんな終わり方誰も望んでへんで。何や。オリバー。ぶつやったんかい。夢じゃねえよな。でもジャボーはもしかしてまだ。違うんだ。何やて。ジャボーは。もういない。でもジャボーは世界を守りたかったんだ。守りたかった？ジャボーの心に触れて分かったんだ。ジャボー、ううん、ナシウスは本当は。Thank you.
マル、ジャイロ、雫、みんな、オリバー、母さん、オリバー強くなったね、母さん、もう母さんがいなくても平気だね。母さん、オリバー頑張ったね。これはずっと昔ある人からもらった大切なペンダントなの。知ってる。これはあなたが持っていて。オリバー、いつまでも元気でいてね。あなたは母さんの自慢の息子よ。さようなら。ありがとう、母さん。オリバー。おい、オリバー、どないしたんや。大丈夫か。みんなやるかよ。急にしゃがみ込むんだもん。心配したじゃない。うん、見ろよ。綺麗、まるで長い時間が過ぎてしまったみたい。うん、終わったんだな。母さん、母さんの贈り物受け取ったよ。大切なこの命。さて、これからどうする。新しい二の国を見に行こう。ああ、ほんまの二の国の姿をな。行こう。おい、はよ来いや。楽しみだね、アリバ。なんでゆっくりしてんねん。漆黒の魔導士ジャボーとの戦いは終わった。ジャボーは世界を守ろうとしていた。それが本当の願いだったんだ。その願いは叶った。終わったんだよ、ナシウス。そうだよね、母さん。姉ちゃん、姉ちゃん、ほらあれ見て、あのでっかい家。大きなお城ね。おお、あれもすごいや。水がいっぱい出てる。ちょっと待って。親父、こっちの準備はバッチリだよ。もしかしてまだ終わってないの？甘いわ。わしだっていつでも打ち上げられるぞ。それでこそ親父だね。さすが町一番の花火職人だ。ああ、ここがわしらの腕の見せ所じゃ。ドカンと行くぞ、黙らん。王様、式典の準備を。分かっておる。身だしなみには時間がかかるのだ。もう少し待てんのか。王様、もう時間がありません。おっと、耳掃除も忘れてはいかん。おい、お前、分かった。あの耳かきじゃ。耳かき。王様、うん、チューベル様、急いで。せわしいぞ、マグール。やつとは先日一戦交えたばっかりだ。今日ばっかりは猫王とも休戦ですよ。うわー、負けねえんだ。なんじゃこれ。祭りの風景やな。実家思い出すわ。多分さ、こんな平和が見たかったんだよね、ジャボーって。ジャボーの本当の願いか。あいつもどっかで見とるはずやで。アリシア様、お前のおかんと一緒にな。うん、そうだよね。そういえばさ、カウラ様やラースはまだ来てないのかな。あいつらだって忙しいんだ。ま、時間はまだある。
せや、せっかくのフェスまで楽しんでいこうか、オリバー。うん。
くのだな。はい、お世話になりました、国王様。ん？これで救世主様ともお別れか。お互い、ええパートナーやったで。あっちに帰ったらさ、シェリーとも仲良くしてあげてね。いつでも戻ってこいよ。裏街道の歩き方、みっちり教えてやるぜ。うん、みんな、ありがとう。うん、またね。いい子になりすぎんなよ。また世界がピンチになったら頼むわ。うん、みんなも元気でね。ありがとう。あっしゃでな。滅びよ。え、うん、にゃんだ。オリバー、お前何して。僕は何も。愚かなる民よ、我が聖杯の力によりその欲深き魂をさらけ出すがよい。これは、ん？なんだこれ。雪？でも冷たくない。ん？Thank you.
拝、終焉の禁地、これで世界は滅びるであろう。そう、幻の大地、モーヤのように。世界を終わらせるたびにその大地の名を思い出してきたのよね。世界を終わらせる、執行者ジャボ、奴の役目だったはずだがな。だが奴は自らの使命に背き反逆を図った。しかも救世主と魂を共有していたの。それを隠していた。女王様はまた人間に裏切られたのね。漆黒の魔導士ジャボーはこの世界を救おうとした。自らを絶望へ貶めた人間たちを我々の決断に背くとは許されぬことだ。そしてジャボーと魂を共有する少年、奴はまだ生きている。奴もまた我々の決断に背くのであれば、我が力において滅ぼすまで。Thank you.
どないなっとんねんこれ。え、まさかここまで灰の届かない場所だったはずでは。あの人たちこの飛行艇の魔物になっちゃったっていうの？やるしかねえか。そんな、ダメだ、戦えないよ。おい、そんなこと言ってたらこっちはやられちまうぜ。ココルに任せて。おい、ココル、危ない。お願い、静まって。ホーリー。おお、なんやこれは。すごい、一瞬で。あなたはあの時の私たちを過去に飛ばした。ああ、我が名はシャザール。そして我らは世界を管理し行く末を決める大いなる標的、エルダードゥークだ。エルダードゥーク、世界を管理。そんな大層な奴がわざわざ何の用だってんだ。礼を言おう。君たちの力でその子は目覚めたんだ。その子、ココルのこと？そう、君たちは手に入れたココルの力、世界を浄化する魔法、ホーリーを。ホーリー、心の魔法なら世界を救えるの？ああ、君たちと彼女の力で。シャブルン、心よ、ようやく待ち望んだ相手と出会えたな。うん、心、会えたよ。時は近づいている、心、そしてオリバー。またね、シャルル。
嫌がったか国王様そうしゃあないおとなしく刺さる
所はあそこだよ。うん、ここで行くね。